保さん、昔僕ね松下幸之助さんが言う雨が降ったら傘をさすっていう言葉が理解できなくていや雨が降ってもどうせ濡れるんだから別にシャワー浴びればええやんみたいなあ雨まみれでいいやんみたいな感じで傘ってあんま好きじゃなかったんですよだって実際にね、あのー、シャワー浴びればいいんでうんでまあ 東京にいたっていうのもあるんですけどね。東京にいたら結構別にその濡れなくても移動できる、まあビルいっぱいあるし、建物いっぱいあるんでうん、まあ傘邪魔なんですよね。だけど、まあ年取ってあ理解できるようになりましたね。<laughs> まああとあの髪の毛によくないっていう、酸性部が髪に雪によくないっていうのもあるんですけど。 まあ単純にまあ雨が降った時に傘させた方がいいよねっていう <laughs>。すごくもうシンプルというか、素直にね、その雨を受け入れられるようになったというか、雨が降ったら傘させばいいやっていう。結構だから何、何十年前だ。松下幸之助さんって相当まあ昔だと思うんですけどまあそこ、その年代に、 雨が降ったら傘をさすっていう言葉にそのなんか原理原則というか世の中の流れというかまあそういうのをまあいろんな意味合いをつけられると思うんですよね今の時代の変化まあ激しいですけどもまあそのですかねまあ時代が変わったらその時代だからまあペイペイがね電子マネーが普及したらあの電子マネーを使うみたいな話ですよねだそういう なんかスイカが出たらスイカを使うみたいなね切符今不便ですよね <laughs> なのでまあすごいなと思いますねうんだからその時代あの時代にあの言葉をこう言えてたそ,そこに当て込めてたっていうのはまあすごくシンプルな言葉で受け取り方次第で別に 大したことないいやんんっていう言葉ででもあるんですけど受け,取りし受け取り方次第でめちゃめちゃすげえ言葉だなっていうなんですかねうんやっぱ雨が降ったら傘をさすっていう言葉は僕はねすごい偉大な言葉だなと思いますね <laughs> でもその受け取り方次第ではえ当たり前やんっていう話なんですけどねうんやっぱ松下幸之助さんすごいですねいってらっしゃい